俺ですよ。映画制作一人でできるもん。はい。いやーね、先週ね、まあ、前回の放送でもう涼しくなってきたから、もう夏はもう終わりだね。もう夏は終わったんだ。まあ、暑い暑い夏が終わったからこう。寂しいよねっていう話したんですけど、今日ね、ね、暑かったっす、ね。今日、これ収録してるのがですね、8月の26日、ね、木曜日、ね、夜の7時過ぎですよ、今。いやね、うちに帰って、5時半ぐらいにですね、うちにいつも帰ってくるんですよ。でそれからまあね、こうパソコンしたり、まあ、今日はね、まあちょっと家の用事を。ゴミ、燃えるゴミを出しに行ったりとかしてたんですけど、でその後パソコンをしてるとですね、最近なんかもうね、年を取ったせいかよく分かんないんですけど、もうパソコンの机ね、まあ、座椅子に座ってるんですけど、もうここでなんか寝てしまいそうになるんですよ、寝落ち。もう寝落ち。もうなんというかですね、もうこうね、一日労働してですね、でその後ね、家に帰ってほっとしてお風呂に行けばいいのに、飯を食えばいいのにね、机の前に座ってね、気がついたらうとうとしてるんですよ、もう。もう今日も暑かったですからね、もう作業着の下の T シャツがもうドボドボになりましたんで、まあね、ちょっとこれはやばいんでね、もう家に帰ってからちょっと T シャツ着替えましたね。ね、まあどうでもいい話ですね。で、今自主映画作ってるんですけど、まあ、先週もお話ししたんですけど、まあ、今まで撮った分をね、いろいろなんすか、まあ、つなぎ合わせて、まあ、私作曲とかできませんので、フリー音源ね、もう YouTube でも何でも映像作品でも何でもいいから50人お使いくださいという太っ腹なね、こうサイトがね、いくつかありますので、もうテロップも言いませんって書いてましたけどね、そういうところからちょっとね、音楽を拝借してですね、でそれを かぶせてああでもねこうでもねやってるんですよ、ね、で、まあ一応今撮り終えて全部編集してつないでね、つないで10分ぐらいね、つないだんですけど、やっぱりですね、なんていうかですね、こう、怪獣映画なんですけど、怪獣映画って、それはもちろん怪獣とか出てくるのを撮るのは難しいんですけど、音楽のバランス、音楽のバランスというか、音のバランスというのが非常に難しいと、ね、もうね、今回作ってて思ったんですよ。ね、で、一応まあ、シーン的にはですね、例えばですよ、研究所の中で、研究所とかですね、そういったところで、まあ、博士とね、主人公たちが話しているシーンは割と音の調節はしやすいんですよ、ね。主人公たちの声を一番よく聞こえるようにして、ね、まあ、その後ろで、まあ、ちょっとね、研究所の中、わちゃわちゃしてる音を入れて、で必要であれば BGM もちょっと入れるんですけど、これは割と
あの研究所の中というですね、こう静か、割と静かな空間の中で、まあ、落ち着いて会話をしているシーンなので、あのあんまりね、まあ、BGM は入るけど、そんなに音はわちゃわちゃしないんですけど、逆に例えば怪獣がもう すぐそこまで迫っている屋外でこう逃げながら、主人公たちは会話をする、逃げる後ろではもうそれこそね、後ろで逃げていく人がわーっていう叫び声とか、もう怪獣がそこまで来ているから怪獣の雄たけびが頭上から聞こえるとかね、なんか自衛隊のヘリコプターとか戦車が迎え撃つためにガー動いてて、もういろんな音を重ねていくわけなんですよ。でそうなってくると、セリフどの音を一番ボリュームを大きくしなきゃならないのかという問題に関わってくるんですけど、なんですか、もちろんね、セリフが聞こえないと、ダメなんだなと思うんですけど、ね、でもセリフをでかくしすぎると、その周りのね、この場面を盛り上げる音が、例えば怪獣が鳴き声とか、ね、ドスンドスンという地響きとかですね、間近で逃げる人とかのが音が小さすぎると、セリフは聞こえるけど後ろのその他の音が小さすぎると、なんか今一つこう画面にこう迫力が出ないとね。でさらにそこに BGM を入れてしまうと、余計にそのバックの音が周りのね音が聞こえ、なんかかき消されてしまう問題に最近ちょっとぶつかってるんですよ。で一応ですね、各サウンド、今編集しているソフトはサウンドトラックを何重にもこう重ね合わすことができるんで、できますし、あとそのセリフの音を強調したいときはその音を増幅させる、ね、エフェクトがありますので、ね、400% まで増幅できるんですよ400% も増幅したらめちゃめちゃなんか音がなんかすごいことになってしまうんですけど、でそれで前作った映画もですね、割とそこにね、そこに、結構問題点にぶつかってたんですけど、前の作った映画はね、まだちょっと誰にも見せてない未公開の映画なんですけど、前の映画とかその前の映画って、まあ、はっきり言ってセリフってあんまり意味がなかったんですよ。ね、なんか喋ってるなというのさえ分かれば、まあまあ話がつながっていくんですけど、今回の映画は、なんか、やたら説明的なセリフが多くてですね、でこのセリフをちゃんと聞き取ってもらえないと、なかなか難しいと、ね、楽しんでいただけないんじゃないかなとかね、こう余計なことを考えてしまってですね、このセリフと BGM とあとその他の SE 効果音の、バランスの取り方に、非常に、苦労しています。でまあいろいろね、まあ、試行錯誤はしているんですけど、まあ一つ思ったのはですね、セリフがあるにしても、そのセリフでも別にどうでもいいセリフってあるじゃないですか、ね、別にこんなセリフ他の BGM や効果音に書き消されてもいいようなセリフはもういいやってね、思ってますこれでこの方針でとりあえず今編集をしていますね。ちなみに私の映画はアフレコはほとんどしないんですよ、ね、動画と音を同時に撮るという方法なんですね。で屋外ではそれをやってしまうとこう周りの音とかがねいろいろ入ってしまうんですけど、私のね、まあここ最近撮ってる映画って全部ですねグリーンバックで撮ってるんですよグリーンバックで人物を撮影して、でそれで、背景とかは全部写真とか、まあ実景、まあ別撮りした実景とかを使うんですけど、基本私のこの家のこの部屋でありますから、
音は結構拾えるんですね。あのこれで地声であのハンディカムに、まあ、あのハンディカム使って撮ってるんですけど、まあ、要するに今のこの動画と同じ状況で撮ってるんですよ。で今私ハンディカムに向かってですね、ハンディカムから約50センチ70センチぐらいですかね、離れて喋ってるんですけど、これで十分音は開いてますよね。で実際撮影するときはもっと離れますね。3、4メーターぐらい、5メーターも離れてないですね。4メーターから5メーターぐらい離れ、カメラから離れて喋ってますけど、まあまあ音はそこそこ結構開いるんですよね。ね、もう原始的なね、やり方です。まあ今のところはですね、とりあえずあの動画はまあね、本編の10分、まあ全体の3分の1ぐらいで、やっとこれから怪獣が、メインの怪獣が出てくるぞというねシーンの直前まで撮ったんですけど、やっぱりあのね、全部撮ってからつなぎ合わし、やっぱり音が変だと思うよりも、私のね映画のね作り方はもうとにかく、撮影したら撮影した分を編集する、編集して音楽をつけて効果音をつけて、まず完璧な状態にしてみる。でそれで一回見てみてですね、やっぱなんかおかしいと、ね、テンポがおかしいとか、テンポが悪いとか、 BGM がなんか入り方がおかしいとか、セリフ回しがおかしいとか、ね、そういうことに気がついて、ちょこちょこっと直して、でその全ての反省点を次のシーンに、次撮影するときに、次の撮影ね、A パートの次の B パートに生かすみたいなやり方で、ね、やってます。ね、まあ何分今はまあね、長編30分近くの長編になると、もうそういうやり方をしていかないと、多分ね、私とんでもなくグダグダな映画になってしまうと、ね、もう今から作りながら不安に思っている今日この頃ですね。ね、もうとにかくですね、映画に撮る時間も、もう割と限られてるわけですので、台本とかはですねないんですよ。今までは簡単な絵コンテとか、あとこうこのシーンの次はこのシーン、このシーンの次はこのシーンいうの簡単なメモとかは今まであったんですけど、今回ほとんどないです。 A4 版のコピー用紙2枚ぐらいにシャラシャラっとなんか書いたんですけど、例えば一番最初に出てくる怪獣のイメージシーンを書いてみたんですけど、そのこの紙がですね、今ここにいろんなものの下に漏れてあるんですけど、これが今の最新作のねシーンなんですけど、なんか化け物が地面から現れるシーンをね、これ3パターン、ね、もうどれも一緒なんですけど、同じような図使いて、でそこからあとはいろんな化け物がいっぱい出てくるんですけど、一切何も書かずにもう映像でもう作っていくみたいな。しかもですね、なんかここに文字がここにいっぱい書いてあるんですけど、この辺にこれ何の文字か今見たら分かったんですけど、これはあれですね、映画とは何の関係もないことが書いてますね。これ要するに私がいつも火曜日に更新している筋肉マン考察改め田中の減らず口でコメントを出してくれた、いつもコメントをね送ってくれる人にこの場でその映像の中でこうコメントの対してのお返しといいますか、コメントを紹介して、でそれに対する感想みたいなのを述べてるんですけど、そのコメントを発表していく人の順番を書いてます。映画と何の関係もねえじゃねえかとね、今のところ映画用に、映画用に作った、あとありましたまだね、あまだ2枚ぐらいありますね。これセリフが非常に多いシーンだったので、ここにセリフを書いた簡単な絵コンテです。
なんじゃこれ。これもですね、簡単な絵コンテです。何が書いてるかさっぱり分かんないです。ね、できてからのお楽しみです。ね、こんないい加減な状態でね、こんなあのコピー用紙、ね、3枚で、ね、絵が作ってます。イメージボード、台本、ね、一切なし。ね、そもそも、一人で作ってるから台本なんていらないんですよ、ね、イメージボードもいらないんですよ。イメージボードなんて一人で映画作ってるのにイメージボードなんかただの自己満足じゃないですかこれ。ね、別にねこの今映画を撮るという行為を行うね、この映画の制作過程において情報を共有する相手なんかいませんから、一人で撮ってますから。だからね、あのこういうのやってて気がついたんですけど、あ、台本とかイメージボードとか絵コンテというのは一緒に映画を作る人との情報共有のためにあるものなんだってね、あのもう前から思ってたんですけど、今回ひしと感じましたね。まあそうですよね。まあで、まあ内容もですね、最初に考えていた内容からね、どん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 なんかおかしなことになってますね。結末がどうなるかさっぱり分かんないですね。というわけでね、今回は、まあ、映画制作を、まあね、あの自主映画を撮り始めて、もう30年以上経つというのに、いまだに四苦八苦しているという話でした。